皆さんこんにちは、松永春菜です。今日の動画では、自分の病気を敵視してしまうと余計にその症状が悪化してしまいますっていうことについてお話をさせてください。この内容に関してはアメブロでも投稿させていただいてるんですけれども、ぜひね、自分の病気を敵視しないで穏やかに過ごしてほしいという願いから、YouTube でもね投稿させていただいています。ぜひね、最後までご覧いただけたら嬉しいです。と、病気っていうのは大半が自律神経の乱れによって免疫力が低下して起きるものだと私は考えているんですよね。で、病気っていうのは体からもうこれ以上無理をしないでくれっていうサインだとも思うんですよ。ただしですよ、病気って先天的なものとか遺伝性もあるので、一概に全部の病気とは言えないんですが、私はね、今までしてきた病気は、虫垂炎、帯状疱疹、パニック障害、産後うつ、甲状腺乳頭がん、子宮頸がんの初期がんの上皮内がん、逆流性食道炎、あと、過敏性腸症候群などなど、大きな病気も含めて、結構病気をしてきているんですよね。じゃあ、なんでこんなに病気をしてきたのかっていうと、私は自分の体を結構痛めつける生活をしてきたんですよ。で、振り返ってみたときに、そりゃ自律神経狂うわなっていう生活を、ね、結構していて、寝ずに酒飲んだりとか、寝ずに学校行ったり、仕事行ったり、何も食べないで酒飲んだり、タバコパカパカ吸ったりとか、本当にね、自分の体を痛めつけるような生活しかしていなくて、で、ここ最近になって、自分の食事を見直したりとか、生活習慣を変えてみようと思って、自律神経について結構学んでいるんですけれども、結局のところ、人間の免疫力を高めるためには自律神経を整えることっていうのがすごく大切なんですよ。じゃあなんで、その病気を敵視してしまうと、病気が悪化するのかっていうと、自律神経の中の交感神経っていうのが高ぶりすぎてしまうと、私のようにね、パニック障害の症状が出てきてしまうことが結構あるんですよね。パニック障害も、自律神経の乱れが原因で交感神経が高ぶって発作が出たり、予期不安が出たりっていうことがあるんですけれども、自律神経のその交感神経っていうのは、活動モードなんですよね。本来人間が活動する上で欠かせない働きをするんですけど、こればっかりが優先的になってしまうと、反対の働きをする副交感神経っていうものが働かなくなってしまうので、こっちばっかりが優先になってしまうと、こっちの出番がなくなってしまうんですよ。で、ストレスが加わってる状態だと、こっちが高ぶりやすいんですよね。なので、こっちの出番が減ってしまうと、休むに休めないし、ずーっと戦闘モードだから、体もずーっとこう緊張感を持ったりとか不安感を持ったりとかしてしまうんですよ。そのため病気を敵視するっていう、そのストレスが出てしまうと、この交感神経がぐんって上がって、休むために必要な交感神経が働かないっていう風にね、私は考えています。で、病気に対して負けないとかさ、この病気に私は絶対勝ってみせる、負けないとか、私ばっかりなんでって思うこともやっぱりあるんですよね、病気をしていると。でも、こういう風に考えてしまうと、結局やっぱりそれがストレスになって交感神経を高めてしまうので、できたらそういう考えを排除して生活していた方が自分の体には優しいと私は思います。で、私もね、当然病気をいっぱいしてきて、そういう風に考えたこともあるんですけど、大体こういうことを考えると病気って悪化していくんですよね、面白いことに。なので、できればそういう気持ちを考えないようにすることが大切なんですけど、それを考えないことが難しいんですよ。だけど、自分の体を大事に思うんだったら、その考えをなくす努力っていうのはした方がいいと思います。今日の動画は以上です。この動画が参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。私はアメブロを毎日更新しているので、よかったら合わせてご参考にしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。